бои Федора Емельяненко в Pride, Strike Force, Bellator, Fight Nights или M1 – это настоящие блокбастеры в истории смешанных единоборств, известные по всему миру и ставшие настоящей классикой. Но при этом многие зрители упускают из виду становление молодого Федора, которое проходило на турнирах Rings в Японии, где он набирался опыта и совершенствовал свой стиль, который спустя пару лет сделает его самым доминирующим бойцом на планете. Одним из таких поединков стал полуфинальный бой Гран-при Rings World Title Series в конце 2001 года. В 1/4 финала Емельяненко единогласным решением одолел мощного японца Рюши Янагисаву, и в полуфинале должен был встретиться с английским бойцом Ли Хасдалом. Хасдал был крупным тяжеловесом с хорошей универсальной техникой. Он был многократным чемпионом Англии по кикбоксингу, обладал черным поясом по карате, в котором он доберется аж до 7-го дана, и успел подраться на большом количестве турниров по всему свету. Все его победы были одержаны досрочно, а в четвертьфинале он отправил в нокаут болгарина Георгия Танкова и собирался применить свои ударные навыки и на молодом российском тяжеловесе.青コーナー185センチ、 100.4キログラム、 リングスイギリス、リー・ハスデル。赤コーナー182センチ、 103キログラム、 ワールドタイトルヘビー級チャンピオン、リングスロシア、エミリア・エンコー、フョードル。さあ、アブソリュート級、つまり無差別の王座決定トーナメント準決勝の2戦目です。ステップを切ってリー・ハスデルが近づいてきました。こちらは今回 100.4 キロです。リングスイギリス、1回戦ゲオロギー・トンコフを飛び膝蹴りで下しました。一方エメリア・エンコ・ヒョードル、ヘビー級のタイトル保持者です。無差別に挑戦します。1回戦は柳沢を下しました。判定でした。ミドルのタイトルを持ってるんですが、はい、ヒョードルはですね、そのミドルで戦っていたウエイトなんですよ。ほとんど一緒です。つまり体重の増減はしなくてヘビーですね、やってきた。あ、ごめんなさい、ミドルですね、はい、あ、ヘビーですね。ヘビーのタイトルの行きました、ね、同じ戦いをするつもりなんでしょう、はい、ノーフェイスパンチ、ノーフェイスパンチ。ヘビー級タイトル保持者です、エメリア・エンコ・ヒョードル。まあ、先ほどですね、はい、オーストラリア代表のヘイズマン勝ちましたからね、ハステルスもイギリス代表としてですね、はい、なんとしてもこう勝ちたいという8分材料になったと思うんですけどね。そうでしょうね。ただまともにいったらですね、まず勝てないですからね、ヒョードルには。はい、ですから、この前やったようなですね、飛び膝蹴りですとか、はい、そういった奇襲攻撃がですね、有効になってくると思うんですけど、はい、2人の体重差は 2.6 キロしかありません。重たいのはヒョードルです。首を取っています。抜けました。スピンヘッドが正解か。頭を押さえつけまして、そして今度は腕を相手の首に押し付けていきます。ハステル、2人も10歳の開きがあります。25歳ヒョードル、35歳ハステル。バトルいいですね。いいストレートが入りました。そしてグラウンドに突っ込んでいきます。突入しました。今のは抜群のタイミング、すごいですね、はい、そして威力もあったんじゃないですか、ね、全く見えなかったでしょうね、ノーモーションでいきましたからね、まともにいきましたよね、エメリア・エンコ・ヒョードル。これがこのヒョードルの強さです。しかしよくハスデルも食らいついています。ダメージ残ってますでしょう、ここはもうディフェンスですね、塞いでいます。少しでも時間を稼いでこの後の展開に持っていきたいところです。ハステル、ハステルとしては立った方が、まだチャンスがありますからね、はい、まあ、ハステルは打撃の人であります。これは腕を取ろうとしている、腕十字ですね、はい、はい、狙いですね。ご覧のように片膝を立てています。おっと、甘くですね、よく全部変わった形からいきましたね。そうですね、あ、しかも一気にいってからこれ人体いったんじゃないですかね。後ろに持っていきました、チキンウイングという曲げ方になったわけですけれども、かなり強引に一気に左ですね、かなり変わった言い方しましたね、リングドクターが入ってまいりましてチェックするわけですか。大丈夫ですか。今のパワーを持ちまして、まあ、タイミングもあったんですけども、あの体勢からあのアームロックがなかなかないですよ、しかも人体を破壊するような、はい、ですね、チェックしたのは画面の方ですね、先のパンチによるものかもしれません。
さあ本当にこのナチュラルなパワーというのは恐ろしいものを感じさせます。ヒョードル左が入ってきます。右をフォローしました。パンチで勝負するのか。突っ込んでいきます。これでスッレックスが引きずり込んでいきます。足をかけました。ガードは取っていますけれども非常に苦しいです。ハスデルここからのボディーパンチの打ち方がですね、あの表情が非常に上手いんですよね。相手の空いてるとこ空いてるところで打ってるんですね。アスデルは一つロストポイントです。パスガードですね。はい、サイド1回叩きました。格闘技のベースは柔道と三歩とというんですが、また来ますね、アブロック。あこれまた力でグッと持ってきますか。引きを察知しましてポジションを変えました。ハスデル ニーベリーもかなり強烈に踏みつけていくという感じです。ボディブロー、すごいパンチだ。すごいですね。相手はこの状態なんですけれども、かなり低い体勢からボディアッパーを持っています。残り時間1分。アスデルが体勢でかなりの及び腰になっています。スタンディングでフロントネックロックですか。これいや力が持ってきますよ。持ってきますよ。フロントネックロックか動くかタップかどっちだ。試合終了です。1ラウンド4分10秒タ ッ,、ね、タップしたんですね、はい、いやいや万全の体勢でリングの中央まで引きずってきたところでもうタップしました。リー・ハッテル、まあ、これはもう勝てないと悟ったんですよね。でしょうね。勝ちました。圧倒的なパワーの差がありました。決勝大会に進出いたします。これでエベリア・エンコ・ヒョードルが決勝に進みまして、先ほど勝ちを収めたクリストファー・ヘイズマンと対戦することが決定いたしました。これヒョードル今の両試合見ただけではヒョードルかなり、そうですね、2階級制覇いきそうですね。いきそうですね。濃厚ですね。本当に今リングスで一番強いんじゃないですかね、ヒョードル、はい、とんでもない強い男であります。エメリアエンコ・ヒョードル、そこが見えないですよ、はいはい、力実力のですね、苦しいところこの試合は見せませんでしたもんね、まさに底なしの状態。エメリアエンコ・ヒョードル決勝戦ではクリストファー・ヘイズマンと対戦いたします。ようやくここで笑顔が出ました。ヒョードル、ヒョードル強し、港横浜のファンの皆さんもあぜんという瞬間でありました。